ちいさまやっほー。ちょっと今日はラジオです。もう今日は絶対にメイクしないっていう日だったんだ。ちょっとね、昨日配信 YouTube 配信終わって寝たんやけど、もう鼻花粉に殺されるかと思うぐらいマジでやばくて、本当にやばくて死ぬかと思った、花粉によって。痛い、なんか落ちたよ。落としたね。ちょっとね、ラジオなのいいことにさ、ちょっと全然携帯持ってさ、部屋の中にいるんだけど、それは花粉症だよね。でもそう、違う、見たらさ、黄砂の飛沫予報とか見たらさ、もう黄砂も飛び始めとって、でも多分東京とかはあんま飛ばんっぽいけどね。えマジ、しかもマジで最悪って思ったのが、なんかあと何、人塊というかさ、あのお薬ってさ、なんか10個ぐらいさつながってるじゃん。あと1つ分ぐらい、それがね、あの花粉の薬あると思ったら、昨日探したらまさかのもう切れとって、なのに花粉で殺されそうなんよ。本当に死ぬかと思って、もう泣きながら寝た。全然眠りにつけんかった、本当に本当に。私はちょっと今日配信そんなに長くしないと思う。で、明日も YouTube 配信はするんですが、今日ほど長くはできないと思われます。ちょっと明日明後日がね、昨日ほど長くできなそう。がっつり目見開いて、ちょっとお前だねって顔してんだ。これ実はレニーの炊いてね、あのここの炊いてしか出てなくて、でもちなみに言うとね、物販とかは全く被ってなかったよ、ちいさん。あのちいさまの言ってるところは週に5物販で、私たちの時間が、18時台からかな。ちょっとまだ告知出せてなくてマジごめんって感じなんですが、あとちょっと20日のワンマンライブめちゃめちゃお待ちしてるんですが、皆さん20日のご予定はいかがですか。16日は18時5分から18時25分出演、18時35分から19時25分物販です。かぶっていません。よいしょ。リキさんフォローしました。逆に今まで来てくれてたけどフォローしてなかったってことかいっつってでもありがとう。少し心折れた。10時間やば、10時間はやばいよ。私は今お腹を空いています。この後カレーを作って食べていろいろして寝るけど、言うて明日の朝そんなに遅くないことに気づきまして、ちょっとね、明日明後日ねやばいかもって感じしてるやばいかもとはって感じたんですが、 YouTube 配信も頑張ってしますが、マジで1時間ちょいとかに下手したらなる可能性があるなって思っています。でもするんだ、するって言ったからねライブがないけどね。あとあれだ、15日は夜トークポートがあります。私は10時半からなんですが、トークポートいつもよりお得だよーの日でーす。ちょっとまたトークポートのあれも出しますねっつってSHOW/2000円というお得だよーんの日です。とってもこういうか、頑張って20日社畜してるのに頑張ってくる。20日皆さんのご予定はいかがでしょうか寝かせるため、そんなことない、ちゃんと食べる。多分今日まだパンケーキしか食べてない実は。でもそう、寝る前になっちゃうよねって思いながら、思いながらねパンケーキを食べます。違う違う、カレーを作って食べますよって。パンケーキは食べたんやもん。
なんかそうチキンカレー作ります。でもさルーがめちゃめちゃ甘口しかないよね。本当はね中辛と甘口混ぜるぐらいがいいんやけど、一人暮らしでそんなことしてるとちょっと大変だからさ。20日のチケット買ってください、お願いします。来てくれる、あと来てくれる人はさチケット買ったらあのリプしてくれると嬉しいです。もう1週間を切っちゃったよ。いやめちゃめちゃカチャカチャしちゃった。おたく、マジで？ありがとう。嬉しい。ありがとう。そう、皆さんぜひお友達とかも誘ってくれると嬉しいです。じゃあチケット買ったら教えてね、ちいさま。一ノ瀬かな。ハロー。待って、どうした？本物？一ノ瀬かな。誰ですか？誰ですか？じゃない。本物なのか誰か違う人なのか。20日は多分10、やば、それは大変だ。さっき配信してたら誰かメンバー起きてるかなって言われて、あおい起きてるよ多分とか言ってたら、ほんまにそれは起きてるよ、さすがに、さすがに起きてる。ちゃんと今日は早く寝るって言いながら、多分どうせ寝るの6時とか、6時に寝れるかなな気がする。でも今日はちょっと早起きするって心に決めたんで。早起き、みんなからしたら早起きってでも多分6時とかだよね、寝る時間ないよな。まずちょっと明日どこで配信するかをちょっと考えます。深夜に起きてる、それはそう、起きとるか寝落ちしとるかの二択よ。もうじき、いや、クーさんはね、もうさっき配信してた、確か。早く寝るかっこ6時早く寝、だってもう3時だもん。あと3時間で寝れるかって言われたら正直際どいよね。寝てる、起きてるか寝てるかの2択、待ち、そう、間違いない、そりゃそうなんよね、そりゃそうなんよね、マジでシャフすぎて、それなマジシャフすぎてクソって感じこんにちはシャフです。確かに朝早く、そうよ朝早く寝てんのよ、早朝だからもう。うん、お腹すいた、わかる、お腹すいた。このあとカレー作るけんさ。でもなんかさ、マジルーが甘口ってことにさあちょっと不満なんよ。カレーってさ、具材炒めてさ、水入れてさ、したらできるよね。ルー半量ね。でもカレーのルーさ、これ昔カレー作ってさ、それをさ、まだ取っとけ半分なんやけどさ、箱捨てちゃってさ、箱にさなんか分量とか書いてた気がするけど、これルー半量ってこれってことだよねきっとって思いながら見てます。
カレー作って今日さ、まだ作ってなかったよね、実は。なんか今日はね、割と、なんか何してたかちょっとわかんない。やば。動物の森にした記憶はある。ちょっとね、動物の森熱が実は再燃してて。鶏肉冷凍じゃない、解凍し忘れとってからさ、今日の朝やる気なくして動物の森してた。もはや、でも明日はちょっと違うんよ、もう今から作って食べる、アク取ります。でもさ、分量とか何もわからんのよね。これあんまり気に入ってなくてちょっと不満なんやけど、使わなきゃって思って頑張って作る。ちなみに3時だからめちゃめちゃ眠い。もう3時だわ。おはよう。少し声やずにソース、おー、へー、そんな技が。マジ中辛にすればよかったって心から後悔してるんだ実は。でもね、本当はね、カレー実はあるの、家にレトルトも。でもさ、でもなんだよ。見つけたレシピ、マイルドにしたいなら、あー、蜂蜜とか。でもそもそもチーズめっちゃぶっかけたい人なの本当は、マイルドにするためにね。もうね、みんなが絶対に引くだろうっていう量のチーズをかけんの。でもね、甘すぎてそれがちょっとキモかった。おらさん、やっほー、早起きやろ。探偵でさん、やっほー。何これ、ちょっと待って、あ、これじゃん。え、カレーがなんかね、黄色というより違う、なんか、うん、でもすごい白毛が多くなるぐらい、マジでキモいぐらい入れる。でもあれって混ぜなきゃ溶けないのよ、やからね、全力で混ぜるっていうか、もう合わせんのよ、チーズとカレーとご飯を。やから全然見た目汚くてさ、最悪って感じ。20日マジ？お待ちしてます。やったー、皆さん20日のご予定はいかがですか？辛味付きチーズフォンデュ、ライス付き、あ、もうマジそんな感じ、ほんとそんな感じ、半分チーズって感じ。中づいてきたわ。マジで3月予定やから行くかな。どういうことだ。あ、それは分かった。あ、そう、探偵アイドルなんか、あれどうかなって聞いたけんってことやね。ご予定はいかがですかって。そう、他の人もどうですかっていう感じです。
そして毎日配信437日です。やったねー。437ってむずくね。毎日この数字を素因数分解するってことやってるんですけど、最近わかんないんだが437。うん、うわでかそうこれ。ちょっと437すごい難関来てるかもしれないこれ。ハンマーさんこんばんは。437配信おめでとう、ありがとう。437を素因数分解したいっていう女の子してます。マジ全然可愛くなくて毎日びっくりする。ちょっとむずいかも。ええ むずいかも。毎日可愛いんだが、やったありがとう。え、可愛いですよ。みんな優しい、ありがとう。どうしても素因数分解したいけどさ、1個目の因数が見つからん。え、可愛すぎて生きて、ダメだよ、戻っておいで、じいさま。可愛くないの、え、ありがとう。ウレピオマル、どうしても素因数分解したいけど、マジでやばい、これ。え、だってさ、ちょっと。言われるのかを試してみないといけないやつだ、これ。素数で間違えた。だって13以降はやってみないと分かんないよね。もうこれだってさ、え？あ、19で割れた。23？19×23 じゃね、だとしたらそれは難しい。ちなみにわいは答え、マジ早くね。そう、もう電卓使わなきゃ無理だった。電卓使わなくてもあれなんだけど、 23×19、 え、だってどっちも素数やんね。 19×23 やんね。430、素数じゃないの分かった。そう、正解。 19×2、 そう、19と2ですね。だ、難しいと思う。絶対2桁だと思ったというか、1桁って割れないから2桁なんだけど、もう2桁ってなるとさ、そんなさ13とか17とか19とかのさ数字ってさ、暗算でも割り算無理なのよ。筆算すればできるけん、電卓なくてもできるけど、筆算する紙がないので。23×19 は難しいわ。今日難関だったわ。437日難関でした。明日はどうなるかな。明日はどうだろう。明日は明日考えよう。素数、素数ね、単純に難しいよね。でかいもんね、 19×23。 普通に暗算じゃ無理だってかんタイプの素因数分解やった。テストとかで来たら、うわだるってなるやつ。うわだるってなるやつね。でかいかけてでかいのさ、あれだとさむずいよね。なんか一見素数にも一瞬見えるじゃん、正直言うと。割れなくね、何でもって一瞬なるけど。ダーツの01やってると割り算、何それ。素数かけ素数 RSN 暗号、頭が発作起こしちゃう。
そう、なんかだった、これをし始めて何日からし始めたか忘れたけどさ、素因数分解するっていうこと一番難関、今んとこ19×23 だいぶ難関だよね。楽しい、これ楽しいって言うけんちょっとキモいんだろうな、やめよなんかそういうの考えるのマジで楽しいよな。まあ素因数分解してるだけなんだけど、ただただ私は最近さ、いろんなことを知ろうと思って、なんか興味ないことも本屋さんにちょいちょい行ってるんですけど、あんま行ってないけど、まだ行き始めたて。本屋さんって面白いなって思って、なんかね、流行りに乗っからなすぎてダメだって反省したというか、流行りに乗っかってみよう一回って思ってさ、乗っかりはしないけど、多分ドハマりはしないけど、あーこういうの流行ってんだって知ってみるっていう本当に自分の興味あることしかなんか割と見ないタイプやから、その周りが話しとっても TikTok とか、 TikTok はちょっと分かんなかったんですけど、そう TikTok にも触れてみたけどね、ちょっと難しかったみたい。あれはの流行りは、というか今日再燃したことは動物の森です。一番やってた時期がマジで2年前、ギリ2年前いかないぐらいだからさ、なんかもう全部のアップデート終わりきって、もう本当にお野菜とか出てきてんの、びっくりしちゃう。おじいちゃんだ、おじいちゃんはツイッターもわかんないよ、大丈夫。うちもツイッターに住んでっから、お家やからツイッターは。ツイッターの安心感ってすごいよね。だってうちらはさ、いくらさ、もうこれ使いに行くっていうアップデートが入ってもさ、ツイッターが使えちゃう限りさ、多分ツイッターから跳ねられるんないよね。まあ、うちはさ、いろいろ動かしてるっていうのもあるけど、一回ツイッター沼ると無理だと思う。離れる。いつの間にか、そりゃあそう、寝るよきっと。かなもちゃんと寝なって感じよ、かなとかもね、本当に。眠たくなってきた。いや、まだ今からカレー作るのにねえ、どうでもいいけど、あれ面白い動画とはどういう系の動画？でもなんかそういうのね、知ってみたいとは思う。なんかいろいろなことを知ることは好きなので、興味と、なんだろうな、気になったら知りたいタイプ。天崎さんこんばんは。なんかいっぱいついとる。解説動画。なるほど。それ多分見るとうち気になっちゃいそう。というか気になってはいんのよ。実際に RS は気になりそう。そういうの好き結構。で最近はね、あんまりそういうさ、賢い勉強みたいなことはさ、やってないけんさ、
うらる、うらるって言ってる時点でどうなんだろうね。うらるってさ、もっと若い人たちとか通じるのかな、どうなんだろう。通じはすんのかな、別に古い言葉ではないんかな、うらるって。でもさ、そういう言葉って結構さ、なんか結構ニコニコなイメージがあるんだよな。イメージかもしんないけど、ニコニコとかツイキャスとか、あれせが何か分かんない。最大公約数切るんじゃない、なんか違う。最大公約数は私はあんまり好きじゃないか。送っておいてありがとう。でもそいつ分解が全部の大元みたいなもんだから楽しいよね。なんか素因数分解したらその数字がさ、どういう構成かが分かってさ、それを見たら何ができるか分かるって言うと変だけどさ、何で割れるかとかも分かるから、好き。送っておいてありがとう。あとでじゃあカレー作りながらでも見ようかな。結構リアル。カレー料理しながら、もう何かしながら大体動画見るけんさ。20分ぐらいになったら終わろうかなって思います。カレー作るのでねつって。明日はねマジでちょっとどこでどうの配信をするか分かんないけど、何かしらの配信は昼か夕方あたりに一個すると思う多分。YouTube の配信がもしかしたら昼とかになっちゃうかもしれないなって思っています。どうしよう、マジでどうしよう、どうしようって感じ。マジで早起きしなきゃいけない、じゃないと明日が寝れないって感じすぎて、どうしようって感じ。大丈夫、あ、大丈夫です、ありがとう、それは大丈夫。あとなんならガスじゃないしね。でも本当はガスがいい。いや IH が嫌いだけど、嫌いだけど正直言うと、なんか多分いい IH とかだとまだいいんだろうけど、細かく調節できるのかもしれないけど、やっぱガスの方が見た目とかで調節できるからさ、うちは本当にガスの方が好きなんよね。25分ぐらいあれだ、暇つぶし、暇つぶしやんね絶対。25分はちょうど良さそう、めちゃめちゃ。ね。てくん何ですか？何でしょう。ジョイコンでは無理です。あらまあ、16日最後の方までいるみたいだよ。10時までかな、主演が物販。私はもうちょっと早いです。やばいな、15日よいしょ。エペジョイコンで、ジョイコンプロコンならまださワンチャンあるんじゃない、知らんけど、知らんけど。でもそもそも私は多分ね、画角が狭い、視野角だったわ、視野角が狭いのがマジで無理かも。遅いよ、主演後やからね、多分その時間だと思う。普通に20時代とかっぽかったもん。かすいた、あくび止まんない時間じゃん、ゆいちゃん。あらまあ、やっほー。元気っつってね、みんな3月20日何してますか、教えてください、よろしくお願いします。コメントで待ってます。ベースをだからスイッチで赤引き勢、僕あらまあ素直に帰った帰ってもいいんじゃないっつって、まあでも多分小さまはそれをしない人かなって思ってますが、真白ちゃんやっほー、こんばんざい、いやいやいや、
みんな3月20日何してますか？マジで。3月20日は親父の誕生日なので、それ以外ないんですか？じくん。親父の誕生日なのでおめでとうって LINE してさ、神田明神ホールに来ん？どうですか？3月20日は暇してます。どっちもお待ちしてます、じいさま。ヤッホーさん、ヤッホー、ありがとう。お仕事とアイコンの VTuber とオンライントーク会。これ誰なの？アイコン。マシロちゃんさ、ホロライブ好きやんね、確か。オンライントーク会。あー、神田明神ホールに来る隙間ももしかしてない、あるかもしれない。どうだいっつって。3月21日でというか渋谷にいるよ。神田明神ホールでお待ちしてます。しかし今どこで何して、あら、まあ遠征費チェキ代ちょっと厳しいかもしれないな。ホロは、ホロライブマジあんま分からんのよね。2時3時とかの方が分かるよね、どっちかっていうと。なんかそっち派みたいな気持ち。船長顔、マジでホロライブ全然詳しくないと思う、本当に。でも時計代の金がない。あら、もう頑張ってください。応援することしかできないけど、来てくれると嬉しいです。あ、やばい、それは全然違う。兄さんじゃクズ派です。一番すごいところだ。だからでも私が最近すごい、最近でもないな、あれもあれで面白いなって思ったのはさ、あのその人が、まあいいや。話そうかと思ったけどいいやってなりました、ごめんなさい。この子はホロと、そうなんや、普通にってことか。携帯の金50枚前なら買っていたよ。どういうことだ？なう、あ、20分だ。そろそろ終わろうかなと思います。唐突でごめんけど、ちょっと20分に終わるって言っていたのだ。ということでね、皆さん配信来てくれた方ありがとうございました。3月のご予定いかがですか？マジで本当にね、来てほしいので。普段あんまりファンタジャパンのライブ行かないよっていう人も、3月20日はね、マジで待ってます。本当に。ということで、お疲れ、ありがとう。私は今からカレーを作って食べてお風呂入って寝ます。ということで、配信来てくれた方ありがとうございました。よかったらルームフォローまだの方、ぜひルームフォローしていってください。3月20日はバンザイジャパン単独公演、日本満喫ツアーズ in 神田明神が、神田明神、 in 神田が神田明神ホールにてあります。マジで今ちょっと大ピンチなので、正直に言うとね、めちゃめちゃ来てほしいの、この日。本当にやばい、来てほしいんですが。なのでマジで来てくれる方お待ちしているし、よかったらお友達とかもね、誘ってバンザイジャパン布教活動の場にしてくれたら嬉しいなと思います。お待ちしてます。ということで、以上バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。